ドア周りのお手入れについて説明します。ドラム式洗濯乾燥機は運転中にドアに直接洗剤液がかかったり洗濯物が当たったりします。乾燥運転中には糸くずが発生します。そのためドアの内側やドアパッキンなどに洗剤や糸くずが付着しやすく、そのままにしておくと密閉性が悪くなり水漏れの原因となったり他の洗濯物に付着する場合があります。洗剤や糸くずが付着していたらお手入れをしてください。ドアを開け、湿った布でドアパッキンに付着した糸くずを拭き取ります。次にドアの内側に付着した汚れをしっかりと拭き取ってください。